フォアばっかり来れなくなりますからね、はい、そうするとチャンスが出てくるかわからないですね。フォアに来たボールをバックで、はい、バックで流してですね、次のボールを狙うという。そうですね、はい、でもう少し、ね、攻撃できるわけですからね、もう少し手数を多く打っていってもいいと思いますよね。はい、山室は桜ヶ丘高校2年生。桜ヶ丘高校といえば世界チャンピオンの深津尚子さんですとか、オリンピックにも出場されました松下浩二さんなど有名なカットマンを輩出している高校です。橋本のサービスから始まります。レシーブからバックハンドを振っていったんですが、そうですね、ちょっとにかかってしまいましたね、はい、ちょっとサーブの、ね、切れ味が良かったですね、はい、続いて横サイドスピン入れました。うん、入ってます。おナイスボール。うーん、拾いますね、いいラリーでしたね。うん、山室よく動きましたですね、はい、このよく踏み込んで打ちましたね。よく取りました、はい、フォアから出します。バックサーブ投げ上げ、続いて サイドスピン入れる山室。橋本サイドスピンからのフォアハンド、ナイスボール。来ましたね、狙いがしっかり決まってますね。そうですね、はい、狙い球がちょっとやっぱりはっきりしてきましたですね。そうですね、はい、いや素晴らしい。私全然攻撃ができないカットマンなんですよ、はい、あのなんかやっぱこういうパターンで何パターンか持ってた方がいいんですかね。そうなんですね、やっぱり、はい、あのツッツキでもいろいろ変化してフォア側もフォアばっかりじゃなくてバックで、ね、サイドに入れたりして、はい、粘っていくうちにあのこの球を入れるとチャンスボールが来るなっていうのを、はい、こう見定めるとその球狙えますのでね、はい、ただもうがむしゃらに打つっていうよりもやっぱりこう一つ一つコースついてですね、はい、少しでも浮かせるようなツッツキを入れていくというそういう工夫が大事ですよね、はい、またカットマン同士の戦いとなると、はい、3球目攻撃サービスからの3球目攻撃も大事になってくるんですよね、はい、そうですよね。だからもう得意サーブを持ってフォアに変えさせてフォアハンドの方が得意の人はそういうサーブでいきますし、はい、バックハンドはその逆ですよね。3球目、うん、これはネットにかかってしまいました。3オール。レシーブが深く入りましたですよね、はい、深くて高いボールっていうのはね非常に難しいですよね打つのがですね、うん、そうですね、はい、山室サービスハイトスサービス、つっついてサイドスピン狙った、ナイスボール。これですね、さっきからね、はい、あの展開でポイントしてますよね、はいはい、でツッツキであのサイド回転かけて返すとまたその変化が残って帰りますからね、はい、ですのでまあ両者変化をつけるのはいいんですけども慎重にならないとですねミスをしてしまうというような球質のボールが多くなりますからね、はい、ツッツいてドライブカットしてドライブカット
振りましたがオーバーになりました、はい、今のボールは打つべきボールだったと思うんですよね、はい、でもあの下に切れてると思って打ったところが少し横回転でしたよね、はい、オーバーしましたね、回転の向き回転の量も予測しながら、そうですね、橋本はその辺うまく回転変えましたですよね、はい、ドライブカットして続いて、ナイスボール、はい、橋本もちょっとサイドスピン入れましたね、ですね、初めてバックハンド振りましたですよね、はい、思い切って勝負に出ましたですね、浮かして、はい、バックハンド決まりました、橋本のサービス、続いて、これはネットにかかってしまいました、まあ、積極的に、ね、変化を出しましたけど、まあ、ああいうミスも出ますのでね、はい、でも普通に返していたんではチャンスありませんからね、はい、ああいうプレーも大事ですよね、はい、粘りの戦いです、カットマンといえばすごく粘るプレースタイルですけれども、ね、はい、やっぱり、はい、粘って粘ってポイントを取るというんではなくて、粘った中でどういうふうにチャンスを作るかですから、はい、非常に神経使いますよね、はい、入ってます、続いてドライブカウンター、前に落として、山室のふわっとしたボールが橋本のミスを誘いましたね、ですね、ちょっと調子上がってきましたですよね、山室の方はね、はい、足も動いてきましたし、チャンスありますね、まだまだ、はい、足を動かす練習というと結構ハードな練習をすると思うんですけれども、カットの場合はもう前後左右に動かないといけませんからね、はい、そうですね、どんな練習をすると効果的なんですか、これやっぱりあのカット攻略法っていうのは攻撃とストップ、打ってはストップって前後に動かされますよね、それから粘って粘ってミドルとかサイドに強打されますよね、はい、今度左右に動かないといけないですよね、はい、ですのでそういうパターンの練習をいつもやってないといけないですよね、はい、小さい頃からもう体にこう染み付くまでやるというような印象もあるんですけれども、はい、高島さんは中学生で卓球を始められたんですか、そうですね、まあ、私は中学校2年生からですから、はい、今から行くとちょっと遅かったんでしょうね、はい、で始められて3ヶ月半ほどで大阪府の大会新人戦で優勝したと、あんまりレベルがね、あの今ほど高くありませんからね、行ったんですけど、あのやっぱり技術レベルは低かったんですけどね、はい、それでどうして勝てるかと思って、やっぱり情報分析大事だと思ってね、はい、相手のサーブがどんなサーブなのか、どういう打ち方してくるのかっていうのを徹底的に分析したことはしましたですね、はい、まあ、ある程度卓球が分かってくると、その試合を見る目が出てできると思うんですけれども、やっぱりあの試合をよく見ないといけないですよね、はい、そうですね、はい、またカットマンを教えられる指導者も限られてますよね、そうですね、カットマンという指導者はやっぱり粘り強いあの指導者でないとですね、なかなかカットマンがやりだした時にはね、成果出るまで時間かかりますからね、はい、ナイスボール、やっぱり橋本のように粘りながらあの打てるボールを探ってますからね、はい、打てるボールを探りながらツッツキするというのは非常にこう高度な技術なんですけれどもね、はい、打って出た時にミスしたんでは何もなりませんからね、はい、ついて、7-8、山室のポイントです、いいボールが入ってます、山室、ね、互角に戦ってますよね、うん、はい、足も動いています、
今年のインターハイでは女子団体準優勝、シングルスでは3位入賞しています。山室さや、ナイスボール、サービスエースでした。このサービスエースは大きいですよね。はい、続いて横回転入れた。ドライブカット、サイドスピン、山室のバックハンドオーバーです。今のポイントは橋本がやっぱりこう自分から打とうとせずに粘り抜こうと、そういう戦術に出ましたですね。はい、促進に入りましたね。はい、ここで促進ルール適用となりました。試合が長く延長するという時に、促進ルールが適用されるんですけれども、これから、サービスを出すサーバー、レシーブを受ける、レシーバーがいますけれども、レシーバーが13回返球するとレシーバーの得点になるというルールになります。そうですね、でサービスは一本交代になります。はい、橋本のサービスから、橋本は13本以内に決めなくてはいけません。おお、レシーバーの山室がバックハンド振りましたね。積極的ですね。はい、サーブ持った方は打たないといけないという意識が強すぎると、はい、今のように反撃されると防御になりにくいんですよね。はい、ですからその辺が難しいですよね。はい、山室のサービス、ワン、ツー、スリー、フォー。今度は橋本は13本返せば得点できます。橋本ゲームポイントを迎えました。サーブ持った時の打ち出すポイントが大事ですよね。はい、前半で打つのがもう最後の最後まで粘って、そして最後に打つのかですね。はい、その作戦ですよね。読み合いですね。はい、3球目、5球目打っていく橋本、ドライブ、山室が大きく叫びました。テンオール、いい変化をつけましたね。はい、切れてましたね。デュースはありませんので次の1本で決まります。さあ、会場は大きな拍手で包まれています。山室のサービスから、ワン、ツー、スリー、フォー。サイドスピン入れて、シックス、セブン、打ってく、これネットに当たってオーバーでした。第2ゲーム、イレブンテンで橋本穂香が取りました。ゲームカウント2対0となりました。いかがでしたか、高島さん。そうですね、はい、今の山室がですね、テンオールからサーブでしたですよね。はい、打たないといけないんですけれど、やっぱり5とか6の時に打ちますとレシーバーがもう完全にカットで守ろうという体勢ですからね。はい、もう少し我慢して点を超えてから打つとですね、はい、いつ打たれるかっていうちょっと心配が起こりますのでね。はい、そういう時に打つとまた違うんですけどね。はい、なるほどですね。はい、もちろんチャンスボールは打たないといけないんですけれどね。
がっちり橋本の方は今粘るんだっていう時に打つと難しい球を打ってしまうわけですよね、はい、それでまあミスが出やすくなるということもありますので、はい、まあ、そういう、こう促進ルールでの展開というのは非常にそういう微妙なところが大事になってきますから難しいですよね。そうですね、はい。